日本語コンテペイ日本語コンテペイ子供も言ってます日本語コンテペイの時間です皆さん元気ですか今日はクリスマスについてプレゼントそしてサプライズプレゼントについてはい皆さん元気ですか僕はちょっとちょっと 疲れてますすけど元気ですよまあこの季節はですねまあこの年末年始というやつですね12月の終わりそして1月の始まりこの年末年始年の終わりと年の終わり年の終わりと年の終わりとい年の終わりと年の始まりですねいいろいろこのイレギュラーな ことがありますよ、ねまあクリスマスもあるしお正月もあるしなんか楽しいですけどちょっとそのまあ楽しいけど疲れるわかりますよね。なんかこういつもとは違う1週間ですよね。 まあ僕もちょっと子供が学校が休みになったりとかまああのいつもと違う月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日そして土曜日日曜日という今までのルーティーンがちょっと壊れてまあ 楽しいんですけど、疲れる <laughs>。繰り返してますね。楽しいけど疲れる。まあそれが本音だと思いますね。本音と建前。まあ、本当のことを言えば楽しいけど、疲れるというのが本音ですよね。まあ、今年はその家族に会ったりはねしない。僕たちですけど。まあ、あの家族に会ってる人もいますよね。 自分の家族だったりまあ義理の家族ねそのパートナーの人の家族だったりまあ親戚おじさんとかおばさんとかおじいさんとかおばあさんとかいとことかいとこの子供とか友達そして友達の子供とかまあいろいろな人に会いますよね。楽しいけどちょっと疲れるまま、ね、<laughs> まあまあ、まあ まあでもいいじゃないですかねそれも含めてねあのー、それも含めて年末年始ですからねそれも含めてねそれも含めての年末年始皆さんどうお過ごしでしょうかまああのちょっと前になりましたけどねクリスマスがありました、えー、クリスマス何をしましたかあのー、ちょっとね今日は話したいことはクリスマスプレゼントについてですね 子僕も子供がいますから子供にプレゼントをもちろん買ったんですけどまあ25日の,あのクリスマスの朝にまあ子供がねクリスマスプレゼントを見つけて見つけてとかもちろん僕が置いてるんですよ朝起きたらねえすぐに見つけられるような場所にですねえプレゼント置いてえーまああの「わあさん またクロースが来たーみたいなね、うん、まあもちろん僕が頑張って働いたお金ね僕や奥さんが働いたお金で買ったクリスマスプレゼントですよ。まああの子供のプレゼントって言ってもねあの最近は安くないんですよね。例えば僕がね子供に靴下とか、えー、なんか本を1冊とか。 まあ買ったら多分子供はね「えー、これだけ?」ってなりますね。チョコレート一つとか「ええー、いやーまさかサンタさん冗談でしょ他どこにあるのどこここあのチョコレートしか入ってなかったよどこにあるのみたいなまあそういう時代ですからね。 まあ僕が子供の時もね実はまあチョコレート1枚とかはなかったですけどまあどうですかねなんかそんなに今,今みたいにはたくさん買ってなかった気がしますけどね僕は子供の時はなんか一つ一つでしたよ何か一つでもね僕の子供ねちょっと生まれた時からやっぱりちょっとちょっと甘やかしすぎて。 のか,ななんか1つだとねちょっと「え一1つだけ?」みたいな感じになっちゃったんですねまあ仕方がないですよね一人っ子一、ね、人っ子まあそういう言葉知ってますか一人っ子ね一人子供一人だから兄弟がいないからねなんかこうおじいちゃんとかおばあちゃんとかからたくさんプレゼントをもらいますよねそうすると1つのプレゼントだと「え一1つだけ?」 気持ちはわかるので、まあ、まあ2つとかあげますよねやっぱり3つとか2つとか3つプレゼントを買うと高いでしょうで、まあ、まあ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 そのたくさん働いてねまあ一日とかたくさん働いてですね そのお金はすべて僕の子供のプレゼントっていうことですよ。まあそれは全然いいんですよ。例えば誕生日、例えば誕生日はね、えー、自転車を買ったり自転車、自転車高いですからね。で自転車を買ってまあその悪くないじゃあの何が悪くないというその もう本当に「お父さんお母さんありがとうパパママありがとう」ってね言うから「いや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 誕生日おめでとうねこれでたくさん自転車乗ってね」って言って「パパありがとう」いやそれは嬉しいですね。でもあのクリスマスはちょっと皆さんねまあもちろんわかると思うんですけど「サンタクロースありがとう」でしょ とムカつきますねおいお前さサンタお前お前サンタこの野郎何もしてねえだろうえお前 <laughs> お前何にもしてないのにんでありがとうもらってんだよそう思っちゃいますよねあまあとはいえねまああと何年かでもサンタクロースはいないサンタクロースはパパだったママだったみたいに、ねえー、なりますからまあまああと1年ぐらいの我慢ですよもうサンタお前に。 お前にちょっとこのそのありがとうはもう渡さないよ <laughs> というまあちょっと人間の小ささを見せてみますね皆さんそんなこと思ってないですよ本当はねこれはあのネタですからねトピックトピックのためですからそんなに小さいこと思ってないですよねまあまあまあ半分本当半分冗談ねいつもの日本語コンテッペイですけどあのもう一つのトピックねそのプレゼントで今度あの シークレットサンタっていうのインビジブルフレンドとかいうの,あのなんかあのアメリカとかヨーロッパでねまあオーストラリアとかも多分あると思うんですけどなんかこう家族とかあの会社の人とかでプレゼントを交換するイベントがありますよね。で僕はスペインにいた時もやりました。あの家族でやったこともあるし友達たちと集まってやったこともあります。 例えば友達とね1人10ユーロ10ユーロで、えー、プレゼントを買うでその誰に買うかは分かってるんですよねなんかあの自分はこの人にあげる、えー、そして他の人が僕にくれるでそれは誰にあげるかは分かってるんです分かってないとちょっと結構難しすぎますからね例えばまあ少なくとも あの男の人か女の人かとか分からないとちょっとねえんかこう服とかなんかアクセサリーとかやっぱちょっとあるじゃないですかもちろんユニセックスなものもあるんですけど結構難しすぎるなんか例えば本とか誰まあ例えば女性だとしてもねこのこの A さんと B さんでまあ友達だから大体この A さんは何が好きかじゃあ A さんはサイエンスフィクションが好きで B さんは あのーまあ、本を読まない本が嫌いとかねあだったら僕がプレゼントをあげるのが A さんだったらまあサイエンスフィクションの本を買えばいいし B さんだったらもちろん本じゃなくて何か別のものを買えばいいしでねだけど結構難しいんですよねまずね10ドル10ユーロとかいうのがかなり難しいでじゃあそれをね20ユーロとかにしたら それは簡単になるかといったら簡単にならないんですよね。20ドルとか20ユーロって結構難しくないですか1 0だったらもう食べ物がいいかな ?10 ユーロで食べ物って例えばチョコレートとかの10ユーロのチョコレートって結構美味しいですからね。うん。もう食べ物がいいと思います。でも20ユーロの食べ物って まあでも食べ物がいいかななんか食べ物の方がいいですねでもねいつもなんか食べ物はねちょっとあれかなと思ってなんか物を買おうとするんですけど本当に難しいんですね物というのがなんかね一回 5, 5ユーロの時があってすごく若い時ね5ユーロは本当難しかったあの本当にね ももういいらないものゴミみたいなものしか買えないっていうかね <laughs> ゴミみたいなものっていうのもなんかはひどいけど本当にこれ誰が誰が欲しいのみたいなものしか売ってないですね5ユーロだとね物でね物ですよ食べ物だったらまあ5ユーロでもでもなんかこう日常的なものをあげてもしょうがないですしねなんか例えばじゃがいもとかね じゃがいも一キロとか二キロぐらい買えますよ五ユーロあればでもじゃがいも一キロも,もらっても嬉しくないでしょうっていうかうんなんなんですかこれは冗談ですかってなっちゃいますよねというわけでそのまあ二十ドルでも三十ドルでもちょっとこう難しいですよねそのまあそういう習慣があってでその後にあのイーベイとか オークションでねそういうものを売ってたりとかあとはリファンドですよね返品返金返品は、まあ、物を返すこと返金はそうやってお金をもらうことですよねまあ返品の場合は他のものと交換したりしますよね例えば僕が T シャツ黒い T シャツをもらってうん黒い T シャツは好きじゃないねそしてお店に戻って、まあ、黄色い T シャツを買ったりとかね変えてもらうね まあ、T シャツは僕は黄色や黒の方がまあ好きなんですけどまあまあまあ今のはねどっちでもいいですよ。とにかく返品返金そういうのをしたりするんですよねお金を返してもらったり物を買えたりね。なんとなく意味がないですよねなんとなくすごく無駄な時間とお金を使っているような気がしないですか 考えて考えて考えてあの人はこれが好きかなと思って買ったものをその人は好きじゃないそしてそれをお店に戻したり返したりお金を戻してもらったり返してもらったりまあでもね多分1年に1回しかないこのイベントですからみんなまあまあ仕方ないよねっていう感じで繰り返す、ね、そういうもんです。やっぱり人間は あのルーティーンを変えられないい,いルーティーンも変えられないけど悪いルーティーンとかまああまり意味がないような、えー、習慣これも変えることは結構難しい、うん、まあ仲がいい友達同士でねあのこの人はこれが好きっていうのは分かっていれば大丈夫ですけどねそういう本当に仲がいい友達でそのインビジボーフレンドっていうのをその。 えー、なんかシークレットサンタみたいなのするのはいいと思うんですけどまああまり知らない人とかね会社の同僚とかあと友達の友達とかねなんか僕もありましたねスペインで友達の彼女みたいなね友達の彼女初めて会う人ねえー、この人に僕は何を買えばいいんだ誰ですかこの人みたいなね なんかハンドクリームか何かをあげたような気がしますけどねえもしその人が「いや私はあのハンドクリーム嫌いなんですよね手がベタベタするし」みたいな人だったらどうしようとかねありがとうって言ってましたけど本当にありがとう <laughs> いやーまあまあまあとは言いながら楽しいクリスマスは終わりました皆さん次はニューイヤーですね えー、お正月どういう正月になりますかね、まあ、楽しみにしながら今日はそろそろ終わりたいと思いますそれではまた皆さんチャオチャオアストレゴまたねまたねまたね